環境や教育、人口減少など地域に山積するさまざまな課題。そうした課題に真正面から向き合う人たちがいます。豊かな社会をどう実現していくか、明日へとつなぐ未来をつくる力。断熱性や耐久性に優れた外壁材を手掛ける IG 工業。この日、社員の家族を招いた工場見学会を開催しました。おはようございます。おはようございます。受付では IG 工業の森社長がお出迎え。 IG 工業、創立53年経ちましたが、変わらずに大切にしていることがあります。私たちは豊かな発想力と確かな技術力で日本の建物を強く優しく美しく包みます。今年、日本で一番有名な場所、東京の渋谷スクランブル交差点に IG の壁という巨大な看板を挙げました。この実際の製品を作っている工場がここ佐賀工場でございます。2004年から始まったこの工場見学会、社員の家族にとっては職場を知る貴重な機会。コロナの影響もあり、今年は4年ぶり15回目の開催です。なかなか職場を見せていただける機会ないので、とてもありがたいですし、中を見れてとても楽しかったです。仕事のこと知ってもらえていい機会だなと思います。工場の敷地内には子どもたちのためにゲームやグルメも用意。山形でイベントのそばで、ありがとうございます。さらに豪華商品が当たる抽選会など、家族みんなで楽しめる企画で盛り上がりました。ありがとうございます。こういうふうに景品もらえるということで、より一層日々の仕事頑張っていきたいなというふうに思います。ありがとうございます。仕事が毎日できるというのは、家族の支えがあってのことを、日頃お世話になっている家族の皆さんに少しでも恩返しができればなというふうな思いで、これからも続けていきたい。コロナで他の営業所の方と会えなかったっていうのもありましたが、ようやくこういうふうに全員で集まることができてますので、そういうところで会社の団結力とか上がって、これからの業務にも生かせていけるんじゃないかなと思ってます。お父さんお母さんが子供たちに一生懸命自分 の工場の製造ラインを事細かく説明している姿を見て、非常に微笑ましいなと思いました。きっと彼ら彼女たちがですね、10年後20年後、自分が大きくなったらこの会社に働きたいなと思ってくれるんじゃないかと、それをなんか楽しみにしております。